はい、今回も、僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあそれでは今回も井山さんの対局を見ていきたいと思います。はい、井山さんの、白番ですね。はい、二段バネにして、まあね、実利が辛い定石選択をされましたね。まあ、ここは低いのでね、高いと結構厳しいんですけど、低いので、まあ、割とね、さばきがあるので、ここにかかりで打たれましたね。まあ、これはそうですね、まあ、受けてくださいっていう手ですよね。はい、黒も素直に受けたりはしませんね。こんな感じで軽くね。白はここツケから三々が狙いなんですけど、今はこう下がられて頑張られてしまうっていうことなんでしょうかね。ツケから割り込んで、これだけ決めてここに打たれましたね。ツケから三々はあんまり狙わなかったですね。になりました。これは、解消もありますかね。はい、解消されましたね。またここをこうね、仕掛けましたね。これはすごい。この今打つのはね、激しいですね。切ったら当て返してね、コインしようってことですね。今ここにコウ材があると。まあ、すぐに切ってね、コウに行くのもあるんでしょうけど、まずはコウ材を作りに来ましたかね。それかやめます。そうですね、この白もね、ちょっと弱いんでね、ちょっと今はコウに行けないっていうことでしょうかね。ただここ結構黒はいい稼ぎですね。ここにはコウには勝ったんですけど、まだこの石たちは死んでないので、どうなってますか。まあ、4子取れれば、黒は損してるとこがないので、黒順調でしょうか。ちょっとそうですね、切りは、そうですね、ちょっと勝負手気味でしょうか。曲げて、これは解消したいんですけどね。解消してもこう、かければこの2目が取れてるので、ここは特に関係ないですもんね。ですから、この石が危ないんですね。解消してる暇がないということで、ここで白はカケツイで、
そうですね、黒はかければ受かってますんでね。あとこの白がちょっと危ないでしょうか。はい、取りに行ってますね。はい、ということでここで投了となりました。はい、ここは引いても打って返しがあるので、ここの黒は大丈夫と。やっぱり相当危なかったみたいですね。白はそうですね、伸び切られた格好が覗いてね、すいません、ここ覗いて、まあつなぐぐらいだったかもしれないですけど、例えばツケとかがねぴったりの感じで、ちょっと白苦戦の碁形ですかね。はい、そうですね、解消引いててもね、取ってて、この石がまだ弱いですからね、あまり、いい格好にはならなかったでしょうか。はい、のぞきからつけはやっぱりちょっと厳しかったでしょうかね。はい、まあ難しい碁だったとは思うんですけど、はい、はい、黒にね、的確に、仕留められたかなと思います。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。